迎えるビートルズの偽物バンドでございます。皆様の盛大な拍手を持って迎えたいと思います。 Ladies and gentlemen, we present Let's welcome the BeaPile!今日は、クリスマス、クリスマスナイト、クリスマスのですね、向けて、12月になりました、そういう季節になりました。
我々ビートルズファンはですね、実はこの時期はちょっとあの憂鬱な気分になりましてですね、実はあのビートルズは4人なんですけど、なんとその中のもうお二人がですね、お亡くなりになっていると、向かって右のジョージ・ハリソンさん実はご命日がですね11月29日です ね、はい、もうつい最近でしたね。そしてこれからご命日をお迎えになられますジョン・レノンさん、ジョン・ノレン役ですね、こちらシュン・シュン・レノンと名乗っておりますが、こちら12月8日ですね、ご命日になっております。あのご命日はどのようにお過ごしになられますでしょうか。天国にいらっしゃるそうでございます、で私はですねポール・マッカーサーを名乗っておりますが、まだあのポール・マッカーサーとこちらのリンゴ・スターさんはですね、弱い80を超えて頑張っておりますのでですね、そういう、ビートルズ、ビートルズ知ってる人、みんな知ってますね、100人中100人知っております、そのような形でさせていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、もうあの奇跡に入られましたジョージ・ハリソンさんの代表作、フランク・シナトラも絶賛したという、サムシングという曲をお届けいたしましょう。ではどうぞ。ワン、ツー、スリー。 Something is the way she moves.Sex me like no other lover. Something in the way she moves me. Though I believe for now, though I believe I
例のやつかなと思ったんですが、ね、なんとか例のやつとは何の例のあのね、言うとあの YouTube バンになります。あ、そうですね。あ、はい、やめてください。はい、いわゆる、はい、まあ5類になりましたんでね、関係ないかな。はい、それではですね、今日はまあ、そのご命日をお迎えになる2人の特集ということでございまして、ジョン・レノンと、ジョージ・ハリソンですね、あちらのジョン・ノレン役のシュン・レノンさんがですね、これまたマイク、あ、中村さん、スタッフ、マイクを持って行ってくれるというあのお約束だったんですが。ジョン・レノンといえばですね、ビートルズの曲じゃないんですけども、まあ、有名な、ですね、あの餃子の美味しい大橋にあった王将、あ、ピンときませんか、餃子の美味しい、あ、でも食べました突っ込んでくださいよ。なんか渡辺通りにも看板ありましたけどね。じゃなくて、あれですかね、帰ってきた酔っ払いが、フォーククルセイダーズが、まあ、帰ってきた酔っ払いの次に出した有名な曲ね。知らないです。ああ、そうですか。なんか知ってます?発売禁止になったんだよね。フォーククルセイダーズ。はい、ああ、イムジンガは?ああ、そうですね。イムジン。イムジンガじゃない。発売禁止になったんですね。準備はいいでしょうか。はい、というわけで、2000何年でしたかね、ニューヨークの、 テロありましたけどですね、あれが終わって、ですね、やはりこの曲ふさわしいんだろうということで、やりました。あ、何番号前だね。壮大な前振りでしたが間違っておりました。ビートルズですね、解散して、20何年ぶりに新曲を出したんですね。その新曲、もう最後の新曲と言われています。で、最後の新曲、この間出たばっかりですけども、我々もう一生懸命コピーしましてね、今からご披露させていただきたいと思います。 Now and Then。I'm not afraid to die.
ありがとうございます、どう思われましたかね、皆さんね、我々ファンにとってはもう涙ものなんですけどね、非常にあの酷評されてるみたいですけどもね、なんちゃないなこの曲みたいなはっきり言っちゃダメですかね。でも我々ファンにとってはですね、もう涙もんですね。もうあのビデオとかぜひ YouTube でね、あの公式ページありますのでビデオを見ていただいてですね、ロード・オブ・ザ・リングの監督があの作ったミュージックビデオありますので、ぜひ見てくださいね。それでは行きましょうかね、フォーク・クルセイダーズじゃなかった、餃子の美味しいテムジン、あ、もういいですね、テムジン。ではあのジョン・レノンの代表曲ですね、よろしくお願いします。2曲になりました、卒業生とか、子供たちにぜひいらしてくださいな。クリスマスソングをですね、皆さんで一緒に歌いたいと思います。なんか頭が落ちすぎてちょっと入らないさっき100円ショップで買ってきましたよ、歌詞をね、あんまり覚えてない。では、そうですね、クリスマス気分いっぱいで最後、皆さんで盛り上がって締めたいと思います。まずは、ポール・マッカートニーのクリスマスソングですね、行きましょう。クリスマスタイム。
party's up. はい、盛り上がっていただきましたでしょうか。シーンとしちゃったね。それでは、最後ですね。ぜひ。じゃあ皆様、どうぞ。さつき学院の皆様ですね。小野陽子、ハッピークリスマス、かっこ戦争は終わったです。So this is Christmas.
お会いしましょう。 See you next year!